んにちは、辻です。この動画では今今の中学受験ですよね、がどうなっているのか、どういう状況になっているのかについて簡単に説明したいと思います。さあ、中学受験というものについて考える前に高校受験について少し説明したいと思うんですけども、高校受験というのは日本全国のほとんどの中学3年生が高校に進学します。現在の日本の高校進学率は全国平均で 98% を超えてますよね。つまりほとんど全ての中学3年生が高校に進学するというぐらい、みんなが受けるテストが公立高校、まあ私立を受ける子もいますけども、高校受験なんですよね。で、これに比べると中学受験をする子というのはまだまだ人数はすごく少ないです。例えば首都圏、東京都周り、非常に中学受験熱が高いと言われる地域でさえ、2022年の受験者数は5万1000人余りと言われています。 17.3% で過去一位高かったと言われてるんですよね。それでも 17.3% なんですよね。つまり6人に1人ぐらいなんですよね。さあ、この6人に1人ぐらい、どんな子が受けてるのかというと、もちろん小学校では成績上位の子がほとんどです。つまり中学受験をする子たちというのは、全小学6年生のうち上位に偏った小学6年生の6分の1ぐらい、6人に1人ぐらいの割合の子が受験をしていると、こういうふうなところが言えると思います。親御さんたちに知っておいていただきたいのは、先ほど申し上げた 17.3%、 6人に1人ぐらいが中学受験をする、その小学6年生の中学受験をする子たちというのは、小学校ではかなり成績上位の子たちに限られるということですよね。ということは、かなり成績優秀者の中で勝負をしなくちゃいけないというのが中学受験ですから、進学塾にお子さんを通わせ始めた、で偏差値がなかなか上がらない、当然ですよね。かなりよりすぐりの6人に1人の子供たちの中で成績を上げていかなくちゃいけないわけですから、かなり困難なのは当たり前なんですよね。ですから進学塾、いろんな進学塾がありますけども、首都圏では4大塾と言われるのはサピックス、そして日農研、四谷大塚、早稲田アカデミーと言われますよね。この4大塾に通っているような子の中で、例えば偏差値50、これだけ聞くとお父さんお母さんは物足りないなっていう気持ちになるかもしれません。それまで中学受験をね、したことのないお父さんお母さんは、特に高校受験とか大学受験の偏差値50っていうのを思い浮かべると、すっごくたくさんのお子さんの中での偏差値50、高校受験でいうとほぼ全国民ですよね。全国民の中のほとんど全ての中学3年生、高校受験生の中での真ん中ということになりますけれども、中学受験の偏差値50というのはそもそも意味が全く違うと、かなり困難なことをそれでもやってのけた上での偏差値50だというふうなところを忘れないようにしてあげてほしいんですよね。お子さんの成績を見たときに、なんだこんな成績って思わずお父さんとかね、よく言っちゃいそうになる方いるんですけども、ちょっと、あ、そうだったそうだった、これはかなり熾烈な競争の中でこの偏差値50っていうのをこの子は達成してるんだ、こんな気持ちを少し思い起こせば、お子さんへの接し方ちょっと変わってきそうですよね。覚えておいていただきたいと思います。さあ、そんな熾烈な競争ともいえる中学受験ですけども、じゃあ中学受験の準備は早くから用意周到に、いろいろちっちゃいうちからね、幼児のうちからいろんなことやらなくちゃいけないのかというと、それもなかなかうまくいかない面もあるので注意が必要です。これは例えばお子さんの年齢によって、あることを例えば腑に落ちる、理解できる、深く理解できる年齢っていうのは決まってきますよね。例えば鶴亀算というのが算数の特殊算の中にはあります。鶴と亀が合わせて10匹、そして足の数が26本だよと、こういう問題ですよね。鶴の足の数は2本、亀の足の数が4本なので、10匹全部亀だったとしたら40本、鶴だったとしたら20本、26本ということは入り混じってるってことですよね。亀は何匹いるんだろうと、こういうことを考える問題ですけども、考え方はもし全部が鶴だったら20本なんだから6本多いよねっていうふうに片方に置き換えるところから始まるんですよね。じゃあ6本多いのはどうしてかっていうと、鶴を1匹亀にすげ替えると足の数が4本と2本だから2本増えるよね。ということは6本、足の数を26本ですから、6本増やそうと思ったら3匹鶴を亀に変えればいいよねと、こういうふうな思考の過程をたどっていくんですけども、この最初の置き換える、すべて鶴だったらどうなんだろうというところからスタートする、置き換えて始めるっていうことが、ごくごくちっちゃいお子さんだとやっぱりなかなかうまく腑に落ちないんですよね。そうすると作業だけ、
つまりかけて引いて割る、こういう作業だけを覚えちゃう、暗記にかかっちゃうっていうようなことが起こってきます。ですからあんまり早くから受験勉強、本格的な受験勉強を始めても無駄になるというよりも逆効果なんですよね。つまり間違った勉強法、式の形を覚えてそれを再現すればなんとかなる、こういった勉強法を覚えてしまうことにもなりかねませんから、ある程度は年齢に合わせて、例えば早いうちから頑張るのは計算だけ、計算は少し進んだところまでやって時間を計って頑張るんだけども、文章題とか図形とかそういうのはちょっと順を追ってね、年齢に合わせたものからスタートして学年を追ってやっていくということを意識されておくと良いと思います。あまり早く始めすぎても良くないということですよね。さあ、学習塾は実は低学年から講座を開いています。でも中のカリキュラムを見るとね、高学年のものに比べるとすごく楽しそうな、内容というか、授業のね、表題を見てもすごく楽しそうな内容になってるし、授業の内容もお子さんたちが楽しんで受けれるようなものになっています。ただ早くから塾に通わせ始めるとテストがありますよね。でテストがあって成績が出ますよね。順位も出ます。そうすると親としてはやっぱり気になっちゃう。そうすると順位をなんとか上げなさいとか、上げるためにどうしたらいいんだろうとか、うちの子はちょっと遅れてるんじゃないか、こういったことでお子さんにプレッシャーを与えたりとか、あまりいい影響が出ない場合もありますから、少し塾に通わせる時期もね、検討して始められるといいと思います。さて、その塾に通わせる時期はじゃあいつがいいのかというと、僕たちは4年生、新4年生ですよね、から通わせるのがいいですよというふうに申し上げています。新4年生といっても3年生の2月ですね。塾の新学年というのは2月に始まりますから、学校で4年生になる少し前の3年生の2月から通わせるのが多分ベストだというふうにお伝えしています。これには理由があって、進学塾のカリキュラムですよね、受験勉強のカリキュラムが4年生から6年生で一通りやるというふうなカリキュラムになっているケースがほとんどだからです。例えば算数を例にとると、4年生ではある程度の計算、ある程度っていうのは小学校では6年生がやるところの手前ぐらいまで習うところも多いです。で、計算はそれぐらい。そして図形なんかで言うと、三角形とか四角形の面積なんかは4年生でやっちゃう。曲線図形、円とか扇形ですよね、は5年生でやる塾もあるし、ちょっと前倒しで4年生で触りだけやっちゃうっていう塾もあります。文章題も先ほどお伝えした鶴亀算とか和佐算とか和とさに関するものは4年生でやっちゃう。5年生で算数では本格的に割合、比、こういうことを習いますから、割合と比を使った文章題、相当算とかそんなやつですよね、は5年生になってからやる。こういった感じで進んでいきます。各科目4年生5年生で大体受験に必要なことを一通り習う。社会科の公民だけは6年生に持ち越す塾がほとんどですけども、大体他の科目は5年生までで全部習い切っちゃう。じゃあ6年生で何をするかというと、6年生の1学期でもう1回全単元を素復習する。そして夏休みにもう1サイクルで、夏休みが終わったら本格的に入試対策ということで、過去問なんかを使いながらもう一遍復習をしながら実践練習をしていく、こんな作りになってるんですよね。なので4年生から塾に入る、その準備を3年生の時に少しやる、こんなイメージを持っておかれるといいと思います。3年生でじゃあ具体的に何をやるかってことなんですけども、やっぱり進学塾の入塾テストというのは学校のテストよりは随分難しいです。例えば国語で言うと素材文、出てくる文章ですよね、これがかなり学校で出てくるテストよりも長いです。制限時間の中でかなり長い文章を読んで、その内容について考えて答える、こういうテストになっているので、学校のテストしか知らないとね、やっぱり時間配分とかこういったことがうまくできずに、本当にリアルに僕たちに入塾テストの後全然時間がなかった、試験が始まってまだ10分ぐらいしか経ってないのに試験が終わった、こういったことを真面目に訴えてくるお子さんもいます。ですからある程度練習をしてね、練習何を使えばいいのかというと、3、4年生用ぐらいの受験用の参考書、問題集あります。例えば受験研究者さんの自由自在、こういうのを使うのもいいですし、スタートダッシュ算数、スタートダッシュ国語という問題集があります。これは大手進学塾の入塾テストだけに照準を合わせてできている問題集ですから、ちょうどいい問題が並んでいると思います。こういうのを使って練習するといいですよね。3年生の夏休みぐらいから準備を始めて、まあ、計算なんかはね、計算とか漢字とかは割と早くから学年進めたやつをやっといても全然問題ないですから、
実際のテストの練習という意味では3年生の夏ぐらいから始めて秋そして冬にかけて入塾テストを受けると、で塾へ入る準備をする、こういった形で受験準備を進めていかれるといいと思います。また別の動画では塾に入ってからの3年間ですよね、4年生から6年生までどうやって準備をして過ごしていくかということも説明していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。この動画は受験生の皆様そしてお父さんお母さんの少しでも役に立てば幸いです。